は誰にでも分かるボールをすぐに取られない基本をお届けします。この動画を見て選手がもう一度復習してボールをすぐに取られないように身につけてください。それでは行ってみましょう。もう普通にドーンってしてる。ああ、ピンポイント。よく考えて、こうやって頑張って守ってたらいいよ、強く来て。おっと、そしたらこれ誰の場所になっちゃう？マイケン。じゃあこの場所を守るためにはどうしたらいい？こうやって壁作ってるだけで、お家の前に自分が入ってます。でしたでしょうか。自分から相手に体を当てることによって相手は自由に動けなくなるので、すぐにボールを取られないようになります。ダナコーチは、体は大きいですが体の使い方をしっかり学んで、すぐにボールを取られないように頑張りたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイ。はい、ダーです。応援よろしくお願いします。あとチャンネル登録よろしくお願いします。